ヘネシーパフォーマンスとは、1991年にアメリカのテキサス州に設立されたチューニングメーカーである。1991年、全米で有名なチューナーの一人である、ジョン・ヘネシーによって、信頼性の高い最もパワフルな車を作ることを理念として設立された。シボレーカマロや、フォード GT などといったアメリカ車のほか、MP4 から 12C などのイギリス車や日本車。 ドイツ車などのチューニングを幅広く手掛けてきており、現在では広大な敷地内に自社サーキットと直線の短距離コースを所有し、20機のサービス施設と16機のリフト、さらに溶接工場にシャシーダ台ナも2機、アライメント調整機、広大なショールームと、さながら自動車メーカーのような大規模な施設を所有するまでに至っている。2012年に登場した コンプリートカーの最上級モデル、ヘネシー・ベノム GT の静止状態から時速 300km までの加速時間は、追い風参考13.18秒、向かい風参考14.18秒を記録し、その平均値である13.63秒が2シーター、量産車の世界最速として、ギネス世界記録に認定されている。さらに2014年2月14日には、ケネディ宇宙センターにある、 ナサシャトル着陸施設の 5.2km の着陸路にて最高速度計測が行われ、ミラーモータースポーツパークのディレクター、ブライアン・スミスの運転により、最高速度時速 435.31km を記録した。諸事情により、ギネス世界記録には認定されなかったが、ブガッティ・ベイロン・スーパースポーツの持つニシーター両3車の最高速度ギネス記録を事実上破っている。 最上級に位置づけられた最速モデル。また現在は取り扱っていない同シリーズの車種は以下の通り。以下はベースとなる車両。過去にはマクラーレン MP4 から 12C、ランボルギーニガヤルドなども手掛けていた。日本においては株式会社エクスプライドの元2013年に設立された日本法人ヘネシーパフォーマンスジャパンが正規輸入販売を行っている。 ビークルズ、ヘネシーパフォーマンス。2020年11月13日閲覧。ありがとうございます。